分かりやすく言うとリトライやねんけど、マジでうざいね。センキュー。今回は投了気味ですよ。何投了って？サレンダー。サレンダーって降参。何一つ分かんない。あえてその言葉使いたくなかったから避けたけど、分かりやすく言うとリトライです。出たよ、まあ、分かりやすくいくとシリーズ聞こえよ。まっすぐ言えやリトライですね。なんだっけこの間言ってたやつ。え、なんか言ってたっけ。最初から言えやってコメント来てた。そうやってなんか違う行ったことないところとかに行って、さらに行ったことない知らないものとかをちゃんと買ってくるのが偉い。あ、まあ、僕はもうあのキュリオシティの塊ですから。何キュリオシティ？好奇心ですね。はずいはずい。その塀ははずいね。あ、好奇心、そうそう、キュリオシティ、そうそう。あ、キュリオシティね。わかりやすく言えば好奇心です。わかりやすく言えよ。だってこのゲーム今序盤さ、サレンダー気味って言ってたよね。なんだっけサレンダー。あ、まあ、わかりやすく言うと負けゲームだ。わかりやすく言うとリトライ。うざいな。わかりやすく言うとリトライやねんけど。うざいね。本当に嫌だ。その他、キクの城の横文字が在県について。そう。で、まあ一個だけちょっと言葉を紹介するのがね、これミーシー。何ミーシー。日本語で言うと漏れなくダブりなくです。漏れてしまってるのがあればそれって数字違うんじゃないの。ダブって計算しちゃったらそれって数字多いんじゃないのってなるやんか。今回のグッズこれでいきますねってブラザーに表を見せた時に、ブラザーはそれ本当にミーシーって言う。うざ。じゃあ僕はうざって言う。そう。絶対うざいじゃん。最後にちょっとおまけ。一番好きな言葉だわ。ノブレスオブリージュ。日本語で言えや。